GK 京都は京都に拠点を置く総合デザイン会社。エクアン・ケンジが創設し、フリーランスのデザイン会社としては、世界最大の GK デザイングループの一つ。プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、環境デザインを領域にし、調査研究からデザインまで行う。1970年、大阪万博の会場を走るモノレールや、誘導のための案内サイン計画、照明。 ベンチ、トイレ、ゴミ箱などのパブリックデザインを GK インダストリアルデザイン研究所が担当。その後、73年に京都で開催された世界インダストリアルデザイン会議実行委員長に GK インダストリアルデザイン研究所の所長であったエクアン・ケンジ元会長が就任。それらの準備室をベースに72年に京都市中京区を池に株式会社 GK。 インダストリアルデザイン研究所の関西拠点として、株式会社京都デザインセンターを設立する。1988年、京都市上京区小国寺東門前町に移転、GK 京都に改名。京都から世界に発信する生活文化の創造を、ビジョンとし、プロダクトから、グラフィック、景観や空間に至る幅広い分野で、デザイン活動を推進。設立以来、 総合デザインを標榜し、企てる、形作る、知らせるといった、創造機能とデザインマネジメント等を両輪に活動。それぞれの機能を創造し、また融合しながら創造力を具現化し、デザインの可能性を追求。プロダクト、プリントメディア、パッケージ、ショップショールーム、景観、街づくり、シックス、デジタルメディアのデザインや社会課題のデザイン研究まで。 多様な領域に及ぶ。防災、ユニバーサル、まちづくりといった社会テーマのデザイン研究に積極的に取り組む。長島聡とのはノベーションで移行。108のアイデアから唯一のデザインを生む。第11回 GK 京都の榎本信幸社長に聞く。日経ビズゲート2018年1月10日系の町企業訪問2019年2月4日 GK デザイングループ。 ありがとうございます。